伊勢丹担々とラジオ始まります三越伊勢丹の矢部です本日も伊勢丹新宿店のちょっとした情報をゆるいトークでお届けしてまいります今週はパーソナリティの林さんが夏休みで不在のため私矢部とスケットの T シャツ T 君こと田代さんと二人でお届けしてまいりますよろしくお願いしますよろしくお願いします今回も矢部さんよろしくお願いします、はいはい、リスナーの皆様前回からですね 代打をさせていただいております T シャツ T 君たしろでございます今日もよろしくお願いします <laughs> パチ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 ありがとうございます林さんいながだ頑張ってお届けしてまいりたいと思いますのでいや皆さん林さん今これ何してんですかねそうですね本当,本当ですねビールでも飲みながら聞いていただいてるんでしょうかもうき,きっと聞いてくれてるはずですね趣味のね、はい、農業かなんかやられるんじゃないかななんていうふうに思ってますんで <laughs> この暑いのでね無理せず 日中症には気をつけてですね、このぐやっていただけたらなんて、はい、そんな風に思ってます <laughs> 林さんからもね、ぜひ聞いといてもらいたいみたいなリクエストもあったので、まあ、あの今回、今週は、好印象を与えるメンズファッショントークということで、前回の雑貨編に続き、今日はビジネス編ということでお届けしたいなと思っております。 前回ですね、はい、私ネクタ売り場にいたって申し上げたん、ね、ですたね。矢部さん、大先輩ですかね、私の <laughs> 大。大大先輩の。大はいらないんですけど。はいはいはい。年が割れるじゃないですか、ね。いやいや、もう。大先輩です。大二宮もリスナーの方にお任せしようかなと思いますけど。<laughs> はい ネクタイは若干でもいたんで、はいはい、昔ネクタイはってすごいあのたくさん買っていただいてた時代あったんですよね。そうですよね。ああ皆さんしてますよね、ネクタイね。ネクタイしない人なんていなかったですからね。 かもうすごくいろんな種類もあったしイタリアからの派手なネクタイもあったりあとはレジメンタルって言われるクラシックな柄もあったしニットタイとかいろいろあったんですけどそういうの選ぶのってすごい面白かったしプレゼント万かもあったので最近皆さんネクタイしないじゃないですかそうですカジュアルになってきたんで私もいつ締めたかちょっと覚えてないですね。皆さん今日も T シャツティープのは T シャツです。はいですね、期待通り T シャツできてはいらっしゃいます。特にネクタイ締められる襟がないですからね。<laughs> ね <laughs> です 林さんなんかあれですもんねネクタイ首じゃなくて頭にも示された時期ありますもんね多分ね。銀 <laughs> 髪も巻いてたぐらいだけどタイも、ね、ネクタイも頭の巻いてた時代ありますね。ですよね林さんなんかやっぱネクタイ首と頭に巻いてた世代としてやっぱり気になっていて相手目では我々あるんですけどね。<laughs> はいでもこのネクタイしない,いやちょっとカジュアルになったビジネススタイルでどうなんだろうってちょっと分からなくなってきていて。まあ確かに。はいで私の息子なんかも,、はい、も最近リモートが続いちゃってるので<あ>スーツ全然着なくな あったんですよ。はい、で、そういうなんか分からなくなっている若い世代っていうのが多いんじゃないかななんて思いつつ思いまね。や、多いんじゃないですか。ね、で、今日田代さんに最近のそういうビジネスシーンどんな風になってるかっていうのを伺えてきたらなって思ってます、はいはい。そうですよね。いやもう前回ね第一回目の時はちょっとね、うん、好印象にあんま触れなかったので、今日はちょっと少し好印象の話も一つと思っているんですけど、はい、いやあのビジネススタイル。 で結構あのただやっぱ最近ネクタイをされる方がめっきり減ってしまったのでネクタイをですね締めなきゃいけないシーンが結構何着たらいいのかとか、うん、どうしたらいいのかって結構ですね、うん、後輩からも聞かれるんですよ。<ー>なんでまずビジネススタイルまあそのビジネススタイルには、うん、ビジネスシーン、うん、どのシーンで着るのかっていうのを結構意識、うんうん した方がまずいいですよっていうのが一番のポイントになりますなるほどビジネスシーンというと何で分けたらいいのかしら緊張度というかあのフォーマル度というかあそうですね、はい、なんかもうかしこまって部長と話さなきゃいけないとかお取り組み先様に商談に行くとかそういうのが一番緊張度高いシーンですかね、うん、そうですね、はい、あのね、僕の場合は部長に話す時も T シャツなんで本当はそれはいけないんですけど <laughs> あの例えばですね例えばじゃあ本当にね プレゼンをするとか、あのね、ちょっと人前に立って説明をすると。なんか決済をもらわなきゃいけないとかそうですね。そういう時は、じゃ緊張度高い時としたに、あに、ここのシーンにおいては、やっぱり、あの、ちゃんときちっとした姿を見せるっていうのが大切なので、やっぱりネクタイはすべきですよね、いうところがポイントになってきます。で、その際、いや、ネクタイはそういうのは分かるよ、という時に、いろいろと、なんか書いてあるわけですよ、いろいろ、例えばインターネット調べても。そのの時に僕が考えてる中で 個人的なですよ、おすすめポイントとしては、まず色について。色はもういろんな色着たいと思うんですけど、ダークグレーかネイビー、濃いネイビーですね、の2つにした方がいいです。で、プラス、スーツの色はダークネイビーかダークグレー、2つのどちらかにした方がいいです。そして、シャツはできれば白。 ななんか就,就活みたいな感じですね <laughs> そこまでいくと就活ポイントでそこがまあ白かでもしくはサックスブルーでこれも非常に薄いブルーですね、はい、にしていただくと。はい、でさらにそこで今度ポイントなのが、はい、まあネクタイの色ですね。はい、でネクタイの色なんかよくね某ね大統領がこの色にするとか、ね、いうパワーカラーとかあると思うんですけどやっぱきちっと見せる上で間違いないのは。はい もうスーツとある程度同系色にしてあげると、かなり合わせやすいと思います。で、少し柔らかく見せたい場合は、ダークブラウンを持ってきてあげるんですよ。あ、外側が紺とかグレーでも、ダークブラウンでもあうんですね、はいはい。あります。で、ここでのポイントは、先ほどから言っている、まあ、色なんですけど。えっ、ー、と、スーツとか、まあ、小物も含めてなんですけど、緊張度が高い場においては。 色色をでですすね3色以上使わない方がいい方が小物も含めて。うん、なのでネクタイとシャツと、えーね、例えばスーツの色、まあ、そこで3色使いますので、うん、この3色以外小物も使わない方がいいです、うん、基本的には。まあ、時計はもちろんあの、ね、あのシルバーとかあると思うんですけれども、うん、まあそこであえて色を入れないことが大切になりますので、うん、緊張度のある時には、えー、3色以内。うん に押さえてあげる。なるほどメガネも含めて。っていうのがわかりやすくポイントになります。三色以内っていうのは初めて聞きましたけど、勉強になりました。三色やれば失敗しないです。なるほど。大丈夫です。プレゼンも通っちゃうわけですね。通ります。T シャツでも通っている人も言ってますけど。<laughs> T シャツで通るんだから三色使えば絶対通ります。そうですね。内容がいいってことで。はい、大丈夫です。三色かれば大丈夫です。<laughs> はい じゃあ、次の緊張度がもうちょっと緩くなったみたいなときは、どういうふうな違いがあるんですかね。そうですね、そのときはですね、まあ、もうネクタイはですね、外されても今の時代感としてはいいんじゃないかなと思ってますので、ネクタイは取っていただいていいと思います。はいはい、ただし あの、ちょっと某ね某林さんって言ったかな。そう <laughs> じゃなくなって。あの。ネクタイって、あのシャツとのですね、やり相性で作られてますので、はい、シャツもですね。ネクタイに合うシャツっていうのは作られてますので。はい、ネクタイを外すときは。はい、そのシャツも。ネクタイをしなくていいシャツ。を選ぶ必要があります。某、はい、林さんですね。あの <laughs> ネクタイを忘れちゃったのかなって、一回聞いたことあるんですけど。<laughs> 林さん、今日ネクタイ忘れてますよって。 聞いちゃったことは <laughs> まあこれはね半分嘘ですけどね T シャツって,いって言われてるから今はですねちょっと今仕返<今>ししてますよ林さんにこれ <laughs> 林さんいらっしゃらないとこういうことになりますので、はい、なのでネクタイをしなくてもいいシャツ、はいはい、要はそのしないシャツっていうのがありますので、はい、それを選んで差し上げるとあのスーツと合わせた時でも綺麗に見えますので、はい あのまあ普段のスーツでもいいんですけれどもネクタイをしないシャツにちょっと変えてあげるとまあいいかななんていうふうには思います、うん。なるほどなるほど。えそのシャツの選び方っていうのは難しいんですか。シャツの選び方はちょっと見た目だとですね、うん、説明がしにくいので、うんうん、ぜひですね店員あのまあ、店内にいるスタッフとかにですね言っていただくと、はい、もうすぐ出してくれます。たくさんありますので。はいはい あの少しですね首元が開いたようなシャツだったりとかなんですけれども、うんはい、あの非常にあの首元に開放感がありますので、はい、ネクタイをえ締めてない時でもですね、はい、首にリラックス感があって、はい、非常に着やすくて、はい、見た目もえ涼しいのでいいと思います。もう明日林さんが売り場に先に行っちゃいますかね。林さんもしかしたら朝寄ってくるかもしれないですね。そうですね。年給上げが楽しみです、ね。要チェックですこれも。はい <laughs> あじゃあ,あとそのもっとカジュアルな場面のビジネスシーンってあるのかなと思って、はい、そうですねあのもっとカジュアルなシーンでよければですね、はい、まあ今って基本的には、えー、上下ですねスーツのスタイルなので、はい、まあ素材とかはまあ一緒のものの方がいいですよってお話だったと思うんですが、はい、もう一個ですねカジュアルな場においてはもうですね、はい、上下は、はいえー、違うものでもいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい まあなのでよくですね、例えば血のパンにジャケットとか合わされている方いらっしゃると思うんですけど、そんなような合わせ方でもいいのかなっていうふうには、えー、思います。はい、ただしですねあの、ちょっとこれ気をつけなきゃいけないのが、もしそうする場合はですね、あの例えば普段スーツとして着ている、えー、ズボンだったりとか、うん、まあパンツだったりとか、うん、ジャケットを、えーと、要はその組を外して着るというのだけはやめていただきたいなというふうに思いますので、 必ずですね上下別々に着る場合は、えそれぞれ単独で売っているものっていうのがありますので、うん、そちらで来ていただけるといいかなというふうに思います。無限の組み合わせがありそうで、そこってなんか凝り出したらすごく凝りそうですね。そうですね。なんでそこももう、うん、あのベースに立ち返りまして。うんうん え私が最初に申し上げたあの三色ルールを使うとですね、うん、またここも結構簡単にクリアはできます、はい。このもうちょっとその緊張度落ちた場面でも三色ルールは生きてるわけですか。三、はい、色ルールを使うと間違いないっていう感じですね。あ,あ,あのなんで迷った場合は三色以内に収めようっていうふうにしていただけると、はいはい、あの結構ですねカジュアルに落とした時でもまあ変な風にならないというか、はい、結構ですねあの見ていただくと分かるんですけど、三色からまあ四色ぐらいまではいいんですけれども。はい それでですね、カジュアルのスタイルを、うん、えっと、まあ、ビジネスシーンでされてる方って、非常に清潔感があってですね、うん、あのコンパクトにまとまってるんですよ。うんうん、ただ一方で、なんかこの方、ガチャガチャしてるなと思う方を見てみると、結構色使ってるんですよね。えー シャツだけこうと派手になっていろんな色が入ってみたいな。もうシャツだけで四色ぐらい使ってるじいですかね。<laughs> もうその時点であともうゼロ色しか使われなくなっちゃいますんで、ね、<laughs> シャツをもしそれでやるんだとしたらコーディネートの中にすべて色を放、ね、環、うん、されていると。うん すごく綺麗に見えると思うんですけれども、うん、色が散ってしまうとですね、はい、それが良くないポイントなのかななるほど。なんか今日ねそれっぽいこと話してきましたね、えー、本当ですねなんかそれっぽい話しちゃいましたすみませんなんか <laughs>、えーえーえー、普段 T シャツばかりを見てるんで田代さんきっとスーツをおしゃれに着こなせるんだと思うんで今度スーツでぜひ会社着てみてくださいで、ね、で林さんとの次もし共演する時は一番フォーマルな場として <laughs>、えー、望みたいと思います <laughs> その時にはちょっと写真を載せたいですね。そうですね。サムネイル画像を変えさせていただきたいなと思っております。はい。楽しみにしております。あ、もう、またこんな時間になってます。早いですね。いや、本当に早い。まだまだお伝えきれないんですが。また次、次回っていうことも期待して。今日はこの辺で。そうですね。今日はあくまでも、でも、矢部さん、の、まず簡単にというところですね。好印象を作るための、本当ベースの、あのお話になりますので。 もっともっとおしゃれな方いろいろ楽しんでいただきたいんですけれども、はい、今日はねそういうところだけ、はい、まず理解いただますビギナー編ということで、はい、<た>あともう一回ありますもんね <laughs> もうモテる気満々になっていただいているのでま,、ね、また俊夫さんに来ていただけたら <laughs>、はい、収録頑張ります、ね <laughs> <laughs> はい、今日はじゃあもうお時間でございますので残念ですがこちらで、えー、終わりにしたいと思います、えー、もし気に入っていただけた方はチャンネル登録などもお願いしますそれでは今日はこの辺で失礼します 사요나라!